はい、今日はこのビーツを使ってクリームスープを作ってみたいと思います。あのビーツ、これはね、生のビーツはイタリアでもめったに見つからないんですね。で、これをもうすでに茹でて柔らかくしてあるものが真空パックになって、スーパーに売ってるんですよ。それはよく見かけて私も食べたことあるんですけど、生のビーツから調理するのは私も初めてです。日本ではビーツを使った料理といえばボルシチが定番だと思うんですけど、イタリア料理としてはこの生のビーツを使った料理っていうのはあんまり見つからないので、私なりにイタリア料理のアレンジで作ってみたいと思います。イタリアでよく野菜をクリームスープにするんですね。じゃがいもとかかぼちゃとか、なのでそれを応用して、このビーツに置き換えてやってみたいと思います。なので今日はこのビーツとじゃがいもを使ってクリームスープ、シンプルで体に良いクリームスープを作りたいと思います。ビーツは日本でも入手が難しいようなんですけど、今回私が作る料理法はイタリア料理としてとってもメジャーな方法なんですけど、じゃがいもと人参で作ったり、じゃがいもとかぼちゃで作ったりするものなんですね。なのでビーツでなくても人参とかかぼちゃとかを入れてやってみてください。ただブレンダーが必要なんですけど、ブレンダーか、ミキサーでも大丈夫だと思うんですけど、ブレンダーがミキサーがあれば簡単にできます。でとっても美味しいです。ぜひやってみてください。これは私も作るのが初めてなんですけど、多分じゃがいもとビーツは合う組み合わせだと思うので、多分真っ赤で素敵なスープができるんじゃないかなと思って期待しています。それでは始めます。材料はこれ、日本のネギでいいと思います。これとこのネギのようなものと、じゃがいも大きなもの2つ、それからこのビーツ、これを2つ、これでスープ作りたいと思います。もう本当に簡単です。まずネギを切って炒めることから始めたいと思います。これは適当な大きさに切って、ネギの青い部分も入れてしまおうと思います。今回まな板はビーツで赤くなってしまうと思って赤いものを使いました。なんか結構ね、手とかまな板とかが赤く染まってしまうそうです。でこれを今このスープを作る鍋に入れてオリーブオイルで炒めていきます。もう直接ここにオリーブオイルを適量入れて、でネギをここに入れて炒め始めたいと思います。でネギを弱火で炒めている間にじゃがいもとビーツを切っていこうと思います。あとでブレンダーにかけますので角切りにすればいいです。じゃがいも全部このように角切りにしました。ビーツも同じぐらいの大きさに切ります。ネギの方は炒めながら時々かき混ぜてください。焦げないようにしてください。でこれをちょっとじゃがいもより小さめに切ろうかと思います。染まっちゃいました。早く洗っていきたいと思います。これで全部切り終わりました。
ネギを炒めている鍋の中に切ったジャガイモとビーツをネギを入れている中に追加します。で軽く炒めて水を追加します。お水を追加します。じゃがいもとビーツがひたひたになるぐらいでいいと思います。これで蓋をして沸騰したらブイヨン、野菜ブイヨンの素を入れようと思います。はい、沸騰してきましたので野菜ブイヨンの素を入れたいと思います。これは私が手作りで作った野菜ブイヨンなんですけど、ない場合はコンソメとかでもいいです。お塩でもいいと思います。これをブイヨン2杯ぐらい入れて、あとはかき混ぜてじゃがいもとビーツが柔らかくなるまで煮込みます。蓋をして煮込みます。2、30分かかると思います。中火から弱火ぐらいにしてビーツとじゃがいもが柔らかくなるまで煮込みます。はい、これじゃがいもとビーツ柔らかくなったので、完全に柔らかくなったので火を消して止めて少し冷ましておきました。それでは今からこのようなブレンダーを使ってピューレ状にしていきます。すごい綺麗な色になりました。とっても鮮やかな色のスープができました。これで味見をして塩気を整えます。ちょっと味見をしてみます。とっても美味しいです。パルミジャーノだけでいただきたいと思います。とっても美味しいです。生クリーム混ぜようかな、牛乳混ぜようかなって思ったんですけど、これだけで美味しくいただきそうです。なので、これだけで、あとちょっとだけ胡椒を加えて、それでいいとします。ほんのちょっとだけ胡椒を加えてパルミジャーノをかけてトーストしたパンを散らして、いただきたいと思います。とっても楽しみです。はい、それでは今からスープの上にのせるクルトンを作りたいと思います。これは私の手作りパンなんですけど、角切りにしました。これオーブントースター用のトレイなんですけど、オーブントースターで今回はやりたいと思います。それではまずここにオリーブオイルをたっぷりかけたいと思います。そしてこのオーブントースターのトレイの上にも紙を敷いてちょっとオリーブオイルをかけます。そしてこれをこの上に乗せてオーブントースターで焼きたいと思います。これでオーブントースターでカリカリになるまで焼きます。はい、このように焼き色つけました。カリカリに焼き上がりました。それではこれから盛り付けしていきます。すっごい綺麗なマゼンタの色です。そしてこの上にオリーブオイルをかけます。ちょっとだけ。そしてさらにこの上にパルミジャーノをかけます。ちょっとだけ散らします。あとは各自のテーブルの上でかけようと思います。高級レストランの一皿みたいなお皿になりました。出来上がりです。
ボナペティト。ボナペティト。ボナペティト。いただきます。いただきます。bello. Come scrocchia. Dolce. Ma sì? Non sì. Come ti piace, Zaki? È buono. Ha un buon sapore. Buonissimo. Gustoso. Buono. Buono? Buono, buono, buono. Oishi, oishi, oishi. Dici channel toruk yoroshiku. Channel toruk yoroshiku. Oh yeah! Oishi, oishi. Oishi?